こんにちは、ホリーです。今日のテーマは愛とお金、どちらが大切、その理由はってことで、いやもう極論ね、すごい、そりゃ愛がなきゃ切ないし、なんかまず生きていけないしっていうのはあるんですけど、これを聞かれた瞬間に思ってしまったのは、今はお金ですね。やっぱりお金があると心の余裕も生まれるなと思いまして、そっちの方がたくさんの人に自分も愛を振りまいていけるんちゃうかとね、思うございますよ。まあ、みんな多分そうやって答えるんじゃないですか。アイドル教授さんはね、みんなお金だっつって、金だ金だって言うんじゃないですか。リンダもお金が欲しい。あ、仲間が来た、2コンボ。愛とお金どっちが大切、どっちが大切か、うん、まあお金が大切、堀さんは何て言ってたか知らないですけど、うん、だってお金がないとして、うん、そうですよね、うん、大切だよお金は、まあ愛も大切だよ、うん、だそこにつらいはだって、そうなんだよね、そうですよね、そういうこと、そういうこと、大切にしたいと思ってる、うん、思ってるから、まあ、使いたくないですよね。そう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 、愛もだけど、そうなんだよな、そうだよ、はい、私は愛です。割と本当に6、4くらいかもしれない。最近でもそれに気づいた。なんかお金があると心に余裕ができるなっちゃうお金なんてなくても人の優しさで生きていけると思ったけど、やっぱりお金がないとちょっと切羽詰まっちゃって余裕なくなっちゃうから、お金も大事だけど、やっぱり愛があると可愛くなれる気がしますね。だから愛かな。愛はあるんか、愛が一番、愛ふるゴンの。三井も実は最近ちょっと愛に飢えてる、飢えてて、愛大丈夫、そうなの、愛に飢えてる、そうなの、なんか愛が欲しいです最近、本当に本当にファンの人からの愛が欲しいですでもお金も生きてく上で必要なので、お金も欲しいけど愛は人がいないともらえない。ファンの人、愛をください、ちゃんと。みんなからは愛が欲しいです。じゃあね。はい、私マノサナは愛とお金どっちが大切ということで、愛です。まあ、そんなに理由とかないんですけど、まあそんなにね、もしホームレスだったらお金って言うと思うんですけど、でもそこまで困ってないし、私もやっぱアイドルやってるのでね、みんなからの愛が欲しいなって思います。愛を与えて愛をもらうっていう職業なので、愛が欲しい、愛をください、たくさん。はい、本日のお題は、でん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 、愛とお金どっちが大切、その理由は、わかんないけど、お金がないと愛もない気がする。わかんないですけどね。でも愛はね、大切だよね。愛は大切だけど、でもさ、お金が全くないとさ、愛も生まれないと思うのね。はい、撮ります。はい、すいません。あ、ごめん。できることも今始めよう。あ、ちょっと押さえつけてる。あれ、キンコンカンコン、キンコンカンコン、みなさんこんにちは。本日の公演を楽しんでいただく前に注意事項がいくつかありますので聞いてください。1、撮影録音は禁止です。6、自分のゴミは自分で持ち帰るか、入り口付近にあるゴミ箱に捨ててください。7、みんなで楽しく仲良く盛り上がっていきましょう。それでは間もなく始まります。もう少々お待ちください。以上、月島さやかでした。バイバーイ。熱い、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 熱
い、楽しかったです。楽しかった。終わりました。今日は過去一汗かきました。え、マジで汗もかんだけど、すごい緊張と汗とめっちゃ楽しかったです。楽しかったです。めちゃめちゃ楽しいなって思いました。楽しかった。楽しかったです。たいや、すごい、もう本当に新鮮で。コーラスをさ、初めてさ、やったじゃん、こうやって、はい、コーラスすることによってさ、やっぱ全員で歌ってるっていう感じがより出るからさ、めっちゃいいと思った。もうあっという間でした。これからステージでやっていくうちにまたどんどん、はい、どんどんびっくり、はい、そうそう、いいものになってはい、みんな、はい、あ、撮っていこういこう。ハッピーバレンタイン公演でした。イエーイ、お披露目、楽しかったです。せーの、ハッピーバレンタイン。